やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。2月のアメリカ、中国、ロシアどうなるかです。いつもアメリカと中国だけなんだけど、ロシアがウクライナ情勢で動きがなんかいつもよりあるので、ロシアも追加します、今月は。はい。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の、お申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、ツイッターでのみアナウンスしてます。何月何日に受付再開するよとか、今ね、予約がとても取りづらくなってて、1週間に2時間ぐらいしか開放できてないんですよ。お願いします。はい。で、メンバーシップ特典はね、週間運勢毎週やっててね、あと、カバダス秘術の相性とかやってますよ。はい、ではサクサク占っていきましょうか。はい、ではまず2月のアメリカから。はい、ズバッと出ました。アメリカ、まず2月アメリカエネルギーがあるかないかというと、ないです。節制の逆を背景に星の逆、節制の逆、お金かなって思ったけど、お金いいんだよな。ほう。なんだろう。なんか、こう流れるもの、調和とか、こう混ざり合うもの、流れるもの。なんか、それが、なんかね、良くない。滞ってる。それによって、こう、希望が、絶望感みたいなね。希望が叶わず、絶望みたいなのがキーワードでございます。はい。第一ハウス、アメリカの国民とその環境、第一ハウス、運命のあの逆なので、アンラッキー。アンラッキーですね。で、対になる第7ハウス、パートナー国。アメリカのパートナー国、いろ、結構何カ国かあるけど、が、悪魔なので、なんかこう、騙したり騙されたりな、悪い環境の中に入っちゃって、こう、悪循環みたいな、あんまり良くない。第1と第7は良くないですね。はい、そしてお金。お金がいい。なんだ、株価復活してくれるのか、どうなんだ、どうなんだい。まずこっちが動くお金、国家の財政状況と金融政策、税制、こっちは恋人なのですごいね。で、第8ハウス、こっちも株価とか、海外との貸し借りとかね、貿易に絡む金、国家的な金銭が、これも法なので、その安定してます。法。ここ、知識、教養みたいな、そういう部分。第3ハウス、初等教育の環境、政策、通信、情報、流通、貿易、風土の逆、無計画、無知無計画が出ておりますね。で、第9ハウス、高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境、忍者の逆、何か秘密とか、なんかネチネチした何か暗いものが渦巻いてそうですね。良くない。ここは、このセットは良くない。このセットも良くない。お金は今んとこいい。これもいいね。第4と第10もいいね。第4。ここはね、国土や領土の環境で、ここが悪いと災害とか起きるんだけど、太陽です。なので、まあコロナにも見えなくはないけど、とりあえずは大丈夫かな。国土は大丈夫かなっていう感じがする。で、第10ハウス。この国の最高権力、政府機関、政府の最高権力者が女帝でございます。なぜか皇帝じゃなくて女帝。女帝が君臨するか。なんだろう。まあ女帝が、なんか、実質操ってんのかもね。はい。で、第5ハウス、出生率とか穀物の生産だから、これもいいですね。審判、結果が出る。で、第11ハウス、政党、議会、国庫の豊かさ。戦車の逆、これはあんまり良くないんだ。最高権力とか政府はいいんだけど、政党とか議会はあんま良くない。ラスト、第6ハウス、雇用状態、軍事関係。ここを刺激されると戦争につながることもあるんだけど、ここが世界のカード、いいカードなので、戦争はないかな。で、第12ハウス、敵、スパイ、テロ活動、裏社会、陰謀みたいなのが好きなので、まあ、何かこう見えない裏社会で何か不穏な動きとかね、はあるだろうね。な感じなので、まあ気になるのは、国とパートナーそのものが悪いのと、お金はいい。戦争も大丈夫そうな気がする。こんな感じかな。でも全体的にエネルギーなさそうな感じ。はい。では次、中国。あ、もう、いよいよ、北京五輪じゃないですか。もうなんか、人元のようなんだけど、始まったら見るのかな、私も。どうなんだろう。東京五輪の時もなんか、そうだったな。なんか、実感ないままに始まって、始まったら、見たっていうか、なんか、占うために見てた気がする。
はい、ズバッと出ました。中国は2月エネルギッシュですね。とても中国エネルギーあるかどうか、2月あります。マジシャンを背景に死神の逆なので、なんか作り出す、想像する、オリンピックにも見えるね、これ。そうなの、私なんか、マジシャンが出るたびにさ、聖火ランナーみたいだな、みたいな、聖火持ってる人みたいだな、みたいな。オリンピックだろうね、なんか多分、作るオリンピック。そうね、それを背景にして、なんか、古い悪いものを捨てて生まれ変わることができるっていうのが出てるので、エネルギッシュです。なので、オリンピックは、まあ、プラスなんだろうな。で、はい、中国の、国民とその環境、釣られた男の逆、まあ、報われないですね。報われない環境におります。まあ大変よね。なんかゼロコロナがとか言ってね。過激よね、中国ね。なんか感染者見つかったら、なんだっけ、バーナーで焼く、なんかバーナー持ってきてみたいな、なんか恐ろしい話だな、みたいな。で、第7ハウス、こっち、対になってる。パートナーとの関係、中国のパートナー。節制、これはパートナー運はとてもいいです。で、お金もすごくいいですね。お金。まず国家の財政、金融政策、税制、世界。完璧な感じ。うん。円を描いて。で、こっち、第8ハウス。外国との貸し借りとか、国家的な金銭状態とか、株価。まあ、悪魔の逆。これも悪循環からこう、脱却できるみたいな。お金はいい。で、第3ハウス、初等教育の環境、政策、通信、情報、流通、貿易、公定。これはなんか政治的な何かが入ってそうね。これもとてもいい。で、第9ハウス、高等教育の状況、状態とか、宗教、司法、思想の環境が正義の逆なの。これ、宗教とか司法、思想の環境って言ってるのに正義の逆なので、あんまりなんか正しくない、不正な感じがするね。うん、バランスが悪い感じ。はい。そして、第4ハウス、国土や領土の環境、ここが悪いと災害とか戦争。戦車の逆、あ、なんか暴走するかもね。でも、オリンピック中にするかな。戦車だとなんかさ、災害っていうより自分でなんか戦うに出かけるみたいなイメージじゃない？どうだろうね。なんか暴走するカードが出てる。そして第10ハウス、その国の最高権力者が梅の輪の逆なので。習近平氏とか、アンラッキーな感じ。あんまり、こう、うまくないね。タイミングが合わないとか、アンラッキー、不幸に見舞われるみたいな感じよ。そして、第5ハウス、出生率、穀物の生産高、よろしくない、恋人の逆。今、逆にあれ、子供増やそうみたいにしてんだっけね。一人っ子政策から、あんまり良くないかな。で、第11ハウス、政党議会、国庫の豊かさ。うん、これも、太陽の逆だから政治があんま良くないと思う。この政治系この二つが良くないね。あとは、態度カース雇用関係軍事関係ここ刺激されると戦争につながることもあるけどここも星なので悪くないいい感じなので大丈夫かな。じゃあこの戦車の逆だけ気になるけど。で第12ハウス敵スパイテロ活動裏社会力の逆。敵スパイみたいなのはないかな。今は陰謀みたいなのはない気がする。力の逆でしょ？うん。ただただこう、気力、体力の低下みたいなね。力が発揮できないみたいな。そんな感じなので、陰謀みたいな感じじゃないかな。はい。ということで、中国、総合的に、まあ、オリンピックのせいでいろいろいい感じなんだと思う、経済も。ただ政治が悪いね。です。戦争も大丈夫かな？うん。最後、ロシア。ズバッと出ました。ロシアは辛いね。いろいろ辛そう。全体的にエネルギーがあるかないかで言うと、ない！太陽の逆！その背景が審判の逆。なんかこう決められない。決定打がなかなか出ない。決められない。決断ができない。それによってうまくいかないっていう感じ。漠然としてごめんね、表現が。で、国民とその環境、運命の輪の逆、アンラッキーですね。国、国民が置かれている立場はとてもアンラッキーな状況でございます。で、パートナー国との関係とかもね、マジシャンの逆なので、パートナー国から騙されたりしてるかもしれない、ロシアさん。どうかな。そして、お金、第二ハウス、国家の財政状態とかね、この動くお金、金融政策、税制とか、動くお金は恋人なのですごいんだけど、
こっち。第8ハウス。外国との貸し借りとか貿易に絡む国家的な金銭状態とか株価が皇帝の逆なのであんまり良くない。世界的な動きのあるお金とか株価はあんまり良くないでございますよ。株価ってあんのか、ロシア。ないか。ないか。どうなんだろう。社会主義、どうなってんだ？株ってあんの？ないか。株式会社ってあんの？なんか、そんな疑問が湧いてきちゃった。ごめんね、全然知らなくてそういうの。教えて？ロシアって株式会社あるの？ごめん。本当に、超基本的なことを、ないのか？どうなってんだ？で、ここ良くないね。第三ハウス、初等教育の環境と政策、通信情報流通貿易がタワーなのでアクシデント、トラブルでございますよ。良くない。で、それに対になっているこちら。第9ハウス、高等教育の状態、宗教、司法、思想の環境も戦車の逆なので、止まるか暴走するか。なので、知識、教養、教育とか、なんかこうさ、思想とか、なんかそういうところがあんまり良くないな。で、第4ハウス、ここね、国土、領土の環境、ここが悪いと戦争や災害の国土破壊が起きやすい。女強行の逆。女強行の逆。ちょっと冷たいイメージね。うん、感情的。でもここがフールだから、いいカードだから、戦争ではないのかな。ちょっと今感情的になっておられるみたいな。その程度で済むといいな。ね、第4ハウス。で、対になってる第10ハウス。その国の国家権力、政府の最高権力者もプーチン氏。死神の逆、死からの再生。何回生まれ変わってんだい。不死身のプーチン氏、死神の逆、また生まれ変わるのか、プーチンさんは、みたいなね。死神の逆、もう、死神の逆ってこのオカルトチックな感じなのよ、本当に。うん、な、霊的なみたいな。オカルトとかさ。もう本当、このカード、その最高権力者のところに出るともう彼はもう本当死なないんじゃないかみたいな思っちゃうね。で、第5ハウス出生率、穀物の生産高、いいんじゃ。まあ、細く長く、大丈夫だと思う。まだ、第5ハウスでしょ。で、第11ハウス、政党議会、国庫の豊かさ、これいいね。だから政治的なところはいいんだ。ロシア。うん。で、第6ハウス、雇用状態、軍事関係。ここ刺激されると戦争につながることもあるけど、フールなので、なんか新しいなんかは始まるけど、これ、うん、好奇心とかさ、新しいチャレンジとか、ポジティブなことだから、まあまあ大丈夫かな。で、第12ハウス、敵スパイ、テロ活動、裏社会、陰謀、釣られた男の逆なので、なんか、プーチン氏の敵みたいなのはなんかいるだろうね。なんか、こいつだけはどうにもならないんだ、みたいな、報われない相手みたいな人がいるかもね、裏に。はい。ということで、ロシアは全体的にこう、ドヨーンとした感じだけど、政治は良さそう。な、不死身な感じが出てちょっと面白いなと思って。はい。以上、アメリカ、中国、ロシアの2月のどうなるか運勢でした。ざっくりしてるけど、表現がざっくりでごめんね。国になるとさ、ちょっと個人の鑑定より、だいぶこう、何、範囲が広がるから、表現もざっくりになってしまってごめんなさいね。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。